コーナーノー赤コーナーノー、赤コーナーノー、そして青コーナー神風、赤コーナーがノー、そして青コーナーから神風。全部同じようにところで赤コーナーが先行ということはノックが先行、これがフリースタイルバスケットボールスタイル決勝戦エースオファイナル。以上で DJ カッシュスピンダッシュ。オーライザッショスピンオン、これがフリースタイルバスケットボールスタイルファイナル、まだ先行赤コーナーノック。15秒経過、残り10秒、5、4、3、2、1、フィニッシュ。オーライね、高校の青コーナー神風、いいとこです、レッツゴー。そのミスも補うぐらいのムーブが、1本目と2本目合わせて出てたと思うので、今のバットが神風だったかなと思いました。おめでとうこれ2人あの1番弟子と2番弟子なんですけど、あのこの2人があの決勝で良かったって、俺はすごいそれが嬉しい。もうね、なんかあの赤のノックの方がすごいなんだろう、こだわりがあって、うん、なんか自分はこういうスタイルだっていうので、それを1回戦目からずっと貫いてるみたいな、それがやっぱすごい俺は好きだし、であの神風の方はあのなんか、まあ、いつも通りな感じで良かったし、いやあのかっこよかったっすいいよ、 Everything is good guy。どっちもすごい上手くてすごいことを
もうポン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 連続でやってるんですけど、どこで勝敗分けたかっていうと、結構神風は流れを作るのが上手くてすごい技をすごく見せる、お客さんがこの技はすごいって分かりやすくすごい技を見せるのが上手くて、だけど他のフリースタイラーってバスケもサッカーも多いのがすごいことをずっと簡単そうにやっちゃうから、どこで湧いていいのかお客さんが全然分からないっていうことが多くて、でその点、まあ、神風は上手かったなっていう。で、まあ、神風いつもあんまミスってんの見たことないんだけど、あの決勝で珍しくミスったんで、この後サッカーの決勝があって最後バスケ対サッカーでやるんですけど、俺はサッカーの人間なんでサッカー勝ってほしいから、その調子で神風にはどんどんミスってほしいなって思います。ちゃんとしたコメントできるじゃん。拍手お願いします。よし、ほら、というわけでバスケットボールサイドチャンピオンは神風でした。ゾンビの大きな拍手お願いします。